ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、空気読み2、続きから、いきます。第31問。またダンスの先生か。この天性のセンス。練習で身につくものではないわ。どうやって下げた？やはり私の目に狂いはなかったようね。この子、100年に1人の天才よ。この子の前では城ヶ崎玲子でさえ、誰？ただのお遊戯。4年後は楽しみだわ。なぜ4年後？オリンピックか何か？今は醜いさなぎ。でもいつか必ず蝶になる。世界に羽ばたくパピヨンよ。何言ってるかちょっとわからない。私にはわかるわ。なるほど。セリフ読んでたら終わったんだけど、何今の。今の話を最後までちゃんと聞けるかっていう空気読み。はい、第32問。暗い必殺技、3連チャーアタック。う、このままでは終わらんぞ。帰るか。あくびしだした。やば、ちょっとまだ撮影終わってないよ。気抜かないで。第33問。まだ降りない僕です。ふんふん。あ、電車ね。あ、これ前にも来た駅やね。あの美少女のポスター。あ、これは知り合いとかじゃないってことか。やけん、他の人がおらんなったら、まあ、とりあえず、間を空けて座る。じゃないとキモいよね、なんか。はい、第34問。お、テトリスや。何？攻撃されたんやけど。第35問何やったん、さっきの。テトリスじゃないの。あ、もうこれ。ボタンを押す係確定やん。めっちゃ準備しとるし。はい、どうぞ、みんな降りて降りて。あ、もうみんなオッケー？はい。途中経過。今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。かっこいいね、先生。第36問。海外からお客様がいらした。あ、これは多分アラブの石油王とかやけん。電気自動車ではなく、ちゃんとガソリン使った車で。第37問。前へ習え。違う、それ上だ。気をつけい。お、今のはぴったりあったね。気持ちいい。回れー、右。遅くない？一人。回れー、右。違う。遅い。気をつけい。あ、座ったー。ね、なんか後ろの子さ、紐くわえてない？どうした君？なんだい？熱中症か何かかい？あ、これで先生呼ぶってことか。なるほどね。第38問。今日は彼氏とデートだ。甘味どころ行こう。スイーツ男子ってよく言うし。第39問。おう？どうした？元気だな。お兄ちゃん、クレーンゲームやろうや。せやな。そういう時代？あっちゅう間にすっからかんや。いや、そこは、親切だから取ったのを僕たちにくれるに違いない。そこは自分の趣味に走るでしょう。ということなので、行け！美少女フィギュア。ちょっと取れんし！マジで？取れんのかい。まあ、でもどっちにしろね、自分たちがクレーンゲーム下手くそで取れんくってお金がなくなったのはもうそれはしょうがないことやん。期待してみるな。第40問。彼女と電車でどこかへ行く。これはあれじゃない？こっちに私が、私というか、まあ、お前が座って、で、ほら。彼女を奥に座らせる。途中経過、今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。読めてるんだね。よかった。第41問。持ってきて。いや、彼女どうした？
え、なに？これか？これだな、きっと。絶対そうやろ。他に持っていくものないやろ。これはちゃんと捕まえるんやね、しかも。かっこいい、彼女。そうそう、これこれ。なに、どうしたの？今、乗り突っ込みする流れかと思ったらそのまんまなんや。第42問。お腹が痛い。大丈夫か？トイレ。あ、私トイレはね、端っこを使う派なんだ。は。入れよ。てかなんか、人が入ってるところの隣はあんまり座りたくないけん。まあ、空いてなかったらしょうがないけど、空いてたら他に行く。第43問。え、待って待って、怖い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 、やめて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 、入ってこない、あー入ってこない、入るなよ。入るなよ。第44問。お、テープカット、お待たせいたしました。私のどうぞの合図で画面をタッチしてください。私への指示ね。はい、ご準備はよろしいですか？オッケー、それではどうぞ。いや、切れろよ。いやいやいや、切れて、切れて、切れて。いや、これはあれやろ。どうぞ。そのハサミがおかしいんじゃないかなと思うんだけど。ほら、切れろって。だってちょきちょきしおるやん。おい。はい、どうぞ。切ってるんだよ。切ってるんですよ。切ってるんだけどね、なんか。なんか、切れなかったの。みんな反応して。第45問。スプーンやスプーン、曲げよう。あれ？曲がらんの？お？回せる！これで、何をどうするのかは知らんけど。だから何って感じだけどね。今回の5問は、程よく読めてるっぽい。恐怖。ゾンビだらけなんですけど。はい、第46問。今日は彼氏とデートです。うんこや、うんこ。いや、これは彼氏にうんこを踏ませたいところやけど、でも私は自分の隣をうんこを踏んだ彼氏が歩くのはちょっと嫌かな。ということで、避けます。彼氏も見えるやろ、それぐらい。避けろ、避けろ、自分で。よし、オッケー。めっちゃ、道のほぼ真ん中やんね。第47問。今日は1日限定ユニットでライブだ。ふんふん。何？ああ。YMCA。ヤングマン。第48問。くす玉の係です。くす玉は同時なら同時なほどいい。テープカットやけど？お待たせいたしました。私のどうぞの合図で、画面をタッチしてください。でも赤くない。ご準備はよろしいですか？ OK。それでは、どうぞ。あ、なるほど。くす玉の係やけん。この人切れてないよ。大丈夫？大丈夫かい？ほら、やっぱ切れないじゃん、そのハサミ。全然切れてないよ。はい、どうぞ。いや、焦るよね。私もさっき焦ったよ。第49問。何、怖い、暗い。お？パーン。ちょっと遅くなったけど。お誕生日おめでとう。あ、ありがとう。明るくなってめっちゃしばらく間があったね、今。第50問。クラッチングスタート。セット。ゴー。いい感じじゃない、今の。途中経過。今回の5問は、なんとはなしに読めてるっぽい。うんこやめて。第51問。今日は同僚かっこ男の結婚式。
これは、こういうことかな。やっぱさ、真ん中歩いていくわけにいかんよね、あんな堂々と。第52問。新婦入場です。あ、続きなんやね。参列者ご起立をお願いいたします。立とうでみんな。第53問。お、いいね。感動のシーンを失敗するわけにはいかんよ。はい。あー、いいね、いいね、いいね。はい。左手の薬指にちゃんと。緊張で震えて失敗とかあるんかな？はい、第54問。あ、そういうやつね。はい。はい。お、いい感じの、いい感じのタイミングで投げれた。第55問。これはちょっと私は男だから避けるべきですよね。ブーケトス、女の人が必死になるやつ。途中経過、今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。みんな必死。必死か。第56問。あ、これは、避けて乗るやつやろ。なに今、肘ついた。赤い人めっちゃギリギリんとこやん、おるの。第57問。どうしたどうした、なんか。お兄ちゃんウミガメや、すげえ本物だ。その前に妹の服装どうした。何？あ、浦島太郎。あ、何？いや、いじめなくていいんだよ。そんな浦島太郎の物語に、そう必要はないんだよ。やめてあげて。見守ってあげよう。産卵だから。第58問。今日は彼女の部屋にお泊まりだ。うん、そうですか。どうするのこれ。え？どうするんですかこれ。え、ちょっとわからないんだけど。何がしたいのかわからないんだけど。第59問。何何、白雪姫、七人の小人たちは大層悲しみにくれた。で、なんやかんやあって白雪姫はイケメン好き。イケメン好き。あー、やだー。なるほどね。イエー。違う、そういう左右から来るのやめよ。怖いー。てか絶対起きてるのわかるやん、こんな。てか何、薄目で顔見てるのじゃないとさ、相手がイケメンかイケメンじゃないかもわからんことね。え、なにこの王子様、裸にマントしとる、変態やん。確実に変態やん。第60問。白無垢の女性とランチです。そんなことあります？いや、でもまあとりあえずカレーうどんは跳ねるからフレンチ。白無垢の女性と、どういうこと？自分の奥さんではなく、ほんとやんわりと読めてるっぽい。なるほど。なんかちょっと下がったような気がするね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこう、なんやろうな。え、でも全体的にちゃんと動いてくれるけん、反応が鈍いってことはないと思うんやけど、動かないやつは私のタッチする場所とか、スライドする場所が違うってことかな。謎。